では出発、これまたね、ゼロにします。 OK。 ただいま朝の6時過ぎですね。場所はね、この前も立ち寄った道の駅三原ということで、まあ瀬戸内海が見られるということでですね、はい、やってまいりました。瀬戸内海ということでですね、向こうからね太陽が昇るんですよね。ここはね、加古川ってで、ボートかなんかある。あ、なんだろうね、結構乗ってる、カヤックかね。なんかこれは記念にとって、記念にほら、加古川は、おまけなし当て前にも、あ、本当だ、すげえ速っ、細っ、細細速い。スカートまくり上げてるしね、暑いからめちゃくちゃ暑い、俺半袖だもん。じゃーん、サンダアウトレット到着しました。ということで、1本目の動画はこれになるかな、ドライブトークになってるかな、わかんないけど、とりあえずなんかいろいろいいのがあれば買いましょうかということで、レッツゴー。あ、地図見よう、地図、活気が違うね。なんかやっぱ人めっちゃ多いね。駐車場めっちゃ並んだもんね。これはすごい数のお店が、ナイキ、ナイキ、ナイキ、これ910番、ここに書いてある、ナイキ910番、今ここにいます。910番はここ。これは素敵だったね、確かに、ね、これ、ジージャンなのに袖がなんかマントみたいになってる。見て、ほらグッチとか、グッチのアウトレットってすごいね。広すぎてわかんないけど、とりあえずナイキ、何アクタスって初めて見た、さすが有名どころ、めちゃくちゃでかいでしょ。おしゃれ雑貨屋さん、ここ、ね、あ、アクタスさ、あそこにあったじゃん、福岡のヤフーオークドームの前の、あった、なんだっけ、あったかね。ちょっとノースは見てみようか。ここもダメだ、取られんて。とりあえずじゃあ中見て、なんかあったら、とりあえず中に入って物色、ね、ああ寒いかもね。ナイキね、あのナイキのアプリでカートに入れてるスニーカーが1000円引きであったけど、僕が好きなね、ブルーと黒の配色、それ買おうかどうしようか。とりあえずなんか別のところ見て、なかったら家具屋か、モンクレール行こうか。昔そんな言うほど高くなかった、今めちゃくちゃ高いもんね。ニューバランス1610って今こうだから、あ、ずっと並びだ、足の方ここやね。そうそう、あの動画に残しとこう、ナイキで視聴者様に声をかけられたっていう急にだからびっくりするよね。ありがたいね、嬉しいね。眩しいぐらい天気がいい。ニューバランス、ニューバランス990とかあったけど、なんかニューバランスのなんか最なんかジョジョとかで買う方がなんか安いような気がした、ね、2万1000の税だから2万4000とか。ナイキとかもね、全然取られんかとか、あのスニーカー買うかどうか悩むけど、買ったな、買って、どうしようかな、ちょっと欲しいよね、悩むな、どうしようかな。ということでね、まず、サンダのプレミアムアウトレット行ってきました。最後ね、またね、ナイキの方行って、こっち側に
映像あると思うんですけども、ナイキのテラゴービーがね、以前からちょっと欲しいなと思ってブルーがあったから買おうと思ったんですけど、まあ1000円ね、あのネットより安かったけど、ちょっとね悩んでしまったし、まだ今から神戸の方行くから、そこで柿本商店とかも行くから、どうしようかなと思って悩んじゃったから、ちょっとねやめちゃいました。景色を撮っておくれ、なかなか通らんぞここは。あと10分ぐらいよ。あと10分ぐらいで神戸駅、ホテル、ホテル、うん、その近くの駐車場に停めて元町の方に行きましょうよ。そうね、それで今日の一日終わり。あと餃子連れてってもらって、すごい山深いね、紅葉とか綺麗なんだろうね、きっと。きっとね。荷物置いてもう早速行きましょう。柿本商店レッツゴー。何分？16分。まあ、いつも3キロ4キロ余裕で歩いてるから1.2 キロぐらいはすぐ。すぐ。神戸駅、あのさ、ガラスの建物がすごいんだけど。すごい。これじゃないですか、元町商店街。ここら辺が高架下だから、もうちょっと先。コンパス持ってる人いたよ。だからこっち側だよ。急にすぐそこにあった。さて、アウトレットで何もなかったので、果たしていいアイテムはあるでしょうか。記念で買っちゃった柿本商店さんで記念のオールスターゲット。開封はね、また後日。いっぱいある、いっぱいある。ラスイチとかではない、もう置いてあるのはラスイチだった。ただしね、ここ現金オンリーだから。買っちゃった。ホイコーロ。小籠包。はい、写真どうぞ。むちゃくちゃ暑いんじゃないこれ。一瞬今諦めたの僕。ほら。やばい。熱を、熱を。熱熱熱。うん。あ、もうガブガブ。マンゴー。なんかね、ちょっと炭酸っぽい。あ、そうなん。タピオカ。あく。おいしい。今日餃子食べられる。だって餃子専門だもん。餃子専門家だもん。おすすめでいきます。やっぱりね、水餃子は美味しい。あ、焼き餃子ももちろん、この2つとジャージャー麺と餃子。お好きですか？ジャージャー麺混ぜていくんでね。ね、で、あ、分けてどうぞ。味噌だれ感すげえ。動画餃子園大満足。いいえいいえ、お疲れ様でした。流行っとるね。めちゃくちゃ並んでます今。むちゃくちゃ並んでますよ。台湾初、日本初上陸すげえ。はい、ということで、今日はとてもいい一日になったんじゃないですか。長い、いろいろ行きましたね。で、今夜、まだ言っても8時だね。明日はもう
朝一で6時前にはホテルを出て京都、奈良の旅、まあいろいろねまた巡れたらいいんじゃないかなという形で終わりにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。ではまた見てください。いろいろ買ってる。すごい綺麗。ずっと見てない。